奈々子さんさ、はい、動画見るときとかって倍速視聴してる？ああ結構しますよ、 YouTube だと。あ、そうなんだ。うん、動画配信してるっていうか流してる側としてはさ、はい、なんか倍速視聴ってされると困ることとかってあるの？あ、いや、まあ、別に全然いいんじゃないですか。あ、そうなの？まあまあ確かに俺はいつもこの先輩と喋ってる動画、うん、間とか空気感を大事にはしてますけどまあ確かにな。俺らって結構間の妙をこだわってやってるから。間の妙でね、楽しんでもらいたいなっていうのがあるから。確かに。俺も、奈良子さんの返しが 0.5 秒遅かったり、俺もなんか返しを 0.5 秒ちょっとミスったなって思ったら、うん、ごめん、ちょっと今のもう一回取り直してもらっていいですか。やってるぐらいにはね。割るみたいな感覚でね。そうそうそう。やっぱ納得いったものしか、皆さんに提供したくないっていうのはあるからね。だしね。まあ俺も本当の気持ちを言えば、それ聞いてる人たちがさ、それ倍速視聴とかした。はいはい。赤した際にはさ、お客さん、ちょっと悪いけど、倍速視聴やめてくれるか。頑固な大将！うちはそうやって見てもらいたくねえんだ。あと動画中に携帯死んでもやめてくれない。いや、携帯で見てんだろ、動画。どうやって見てるか分かんないけど。ちょっとなんか何かやりながら見てもらっちゃ困るんだよ。うちはね、間の妙を大事にしてるからね。って言いたいけど。逆に物言うね。うん。そんなことやったらうちのチャンネル潰れちゃうから。そう。あ、もうどうぞ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 。よかったらこれ、マヨネーズあるんでぶっかけちゃってください。どうぞどうぞ。もう、あれ、もう元の味とかいらない。全然大丈夫です。もうお好みで。どうぞどうぞ。何倍速でも。1.5 倍速見た後次2倍速で見て、1回また倍速で一緒に見てもらって、3回見れますよ。お得ですからね。ってさ。すいません。うちのメニューまずかったら、今からウーバーでマック頼むんで。うん、何でも言っちゃってください。もう。ライトないんか。っていうね。まあ僕なんかはもうこの、インスタント動画。はいはい。インスタント動画。インスタント動画どのように楽しんでもらっても構わないと思ってますんで。はいはい、はい。全然良きに計らってください。ああ、そういう感じなのか。5倍速、2倍速で見ていただいても。なんなら僕ちょっと喋る、早めに喋っちゃいましょうかね。今ちょっとね、もうなんかお客様のお手を煩わせないために。ね、僕の俺らでも結局そうだったんじゃないかなと思うけどね。そうする。お客さんがいちいちボタンで見てくれて、2倍速で見てくれると。もうなんか、何もわかんない。早くなりすぎて超好調状態になってくって。最後キーンって音しか聞こえない。俺らの動画聞いてる人なんかもう大体おじさんおばさんばっかなんだから、モスキートーンみたいに聞こえなくなっちゃう。いや、もう全然、全然、言ってごめんなさい、見てもらってもいいない。なんか F1 みたいな。ドップラドップ、それは物理的に物が通り過ぎてたね。それか、俺らあんまり早すぎると音速超えて、動画のスピーカーからソニックブームがボンってだけ首吹っ飛んじゃう。皆さん音量気をつけてくださいよ、本当に。ごめんなさい、何が話したかったんだっけ。はい、普通に倍速視聴？そう、倍速視聴されるのってどう思ってんのかな、みたいな感じで。全然いいですっていう感じですね。あ、そっか。いや、で、あと、プラス、まさになんていうのかな、倍速視聴されるの歓迎だったら、うん、もう聞いてくれる人のお手を煩わさないように、自分たちで倍速で話した方がいいんじゃないかっていう話をしようと思ったんだけど、はいはいはい、なんか奈良子さんの喋り方もそうだけど、話の内容がすでに倍速で俺の先言ってたから、もう話すことがなくなっちゃった。奈良子さんが早すぎて理解度が高くてすいません。自然とそうなっちゃったわ。そう、なんかなんかね、まあでも先輩も大体倍速で見るしね、テレビ番組とかさ、はい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 、YouTube のとかでなんか倍速で見ないとなんか、そうだね、なんかやっぱ時間のコスパ悪いなみたいな、情報化社会ね、いろいろ手に入れるためにやっぱそうなっていきます、ね、やっぱりね、こうファスト映画愛好家としては、おい、ファスト映画愛好家こんなところにいたのかよ。俺ファスト映画評論家だからね。おい、映画、ファスト映画で見て評論すんなって。やっぱり芸術学とか、大学時代にね、こう勉強していく上で、うん、卒論もやっぱりね、ファスト映画論とか、ね。おい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 。やっぱね、ファストでもやっぱ黒沢明がすごいんだよな。やっぱり。あの人やっぱね、なんか、昔からファスト意識してたところあるわ。ファスト映画で黒沢明見んなって。あれ、ファスト動画投稿してた二人、うん、とんでもねえ。金額の賠償金請求されてたから。あれすごいよなぁ。
これさ、俺もでもここでファスト映画来賛してたら、なんか白羽の矢飛んでくるのかな。いやそうだよ、流れ玉来るかな。ちゃんとあくまでフィクションですって言っとき嘘だよって。あくまでフィクションですし、空手だよって。普段映画は 0.5 倍速で見てますから、僕は本当に。どこで見てんだよ 0.5 倍速で。どこで見てんだよ。どこで 0.5 倍速で見るんだよ。おかしいじゃねえかよ。 YouTube で見てたからだった。有罪。ソニックブームで5億円とか払わないといけない俺。嘘ですからね。あ、本当にちゃんとあの、うん、ネットフリックスとかね、ゾンプライムとかで見てますからね。いや、なんなら俺劇場で見てるから、ね、劇場で見てますからね。毎回1900円とか払って もったいないよ。そのね、そうなのよね。結局映画って時間の芸術やねんな。うるそ。やっぱり間とか時間も制作者がこの時間だっていう数ある時間、早送りもスローモーションもできる中でこの時間だ、この間だっていうのを意図して作ってるんで、そこを味わうっていうのがやっぱり現代人、そういうのを味わう余裕がないですよね。誰なんだよ。あ、どうも、これから5億円支払う予定のファスト映画制作者です。なんでその良さを分かってるやつがそんなことやっちゃったんだよ。割に合わねえんだよ。手に入った広告収益額と、やっぱりね、払わなきゃいけない賠償金額の割に合わん。芸術への思いとやっぱりお金への欲望はね、こう二律背反というか別のものですから。あとさ、全然話変わるんだけど、はい、新しいゲーム実況やらない？お、ビアチャップのゲーム実況？そう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 。いや、なんかちょっと急な話ではあれなんだけど。え、なんかやりたいゲーム見つかった？そう、シムシティ。はあ、やりたいなと思って。シムシティ。うん。で、まあ、ただ普通にやるんじゃなくて、うん、これちょっとまあ、縛りプレイみたいな感じで、はい、ゲームの進むスピードが、うん、これ倍速で進む。倍速必要じゃねえか、おい。そうするともう次々とビルがこう。話変わってねえよ。さっきまでの流れと、流れのまま、ここにたどり着いてんじゃん。あれ同じになっちゃうこれ。いや、くだらな倍速視聴。倍速メイヤーの方。いや、縛りってさ、うん、マリオとかを倍速でやったら縛りプレイになるけど、シムシティ倍速でやってもそんな、次々、まあ、すごいスピードで街が発展していくだけっていう。もしくは滅んでいく。街がね、市長がもう、ま、倍速で働くからあれがすぐやるかでしょ。すぐやるかがこう倍速執務をするでしょ。なんか頼もしい。市長が倍速になったら。いや、そう、ただまあ、あれだな、秘書にセクハラして、うん、倍速で辞職する。倍速リコール？そう。倍速で、ただそれまでの市長と同じ仕事量はしてんだけど、仕事は一応バキッと全部終わらせた上でセクハラやっちゃったから、任期半年ぐらいでリコールされて。これぞ倍速市長の極み。極みやね。でもその倍速市長だけじゃなくてさ、うん、この世にはさ、はいはい、音速村長とかさ、音速村長高速町長とかもいたりするでしょ。あれだよね、倍速市長がさ、こう、うん、執務室で仕事してるとさ、はい、なんか気配がするなと思って、うん、バッて後ろ向いたら、うん、ふん、やっと気づきましたか。お前は音速村長。後ろを取られた。この俺が全く気づかなかった。次の市町村合併反対させていただきますよ。もちろん期日前投票でね。早い早い期日前に。うー、怖いねー。あれ、これだった。長老みたいな。うちの町は、もう人がいなくて、合併しないとやばいねえ。お前は、高速町長。高速町長。三つの萌えのバトルが。そういうゲーム作らん？政治家バトルゲームみたいな？いや、レースゲーム。レースゲーム。もう高速の勝ちじゃん、それ。勝てんの？なんかアイテムとか使ったら、音速村長が、音速村長でもソニックブーンがブーンって出せるんでしょ？シムシティレーシング。シムシティレーシング。それはシムシティ、隣で街がどんどん発展していく中で、町長たちが、首長たちがこう、走っていくっていう。何が面白いんだ、それ。でもさ、なんていうの？そいつらをさ、ブーンってさ、圧倒的に蹴散らして、バーンって進んで、ゴールにたどり着いてる男がいるのよ。誰だ？
あんまり調子に乗るなよ、若いもんら。あれ、お前は、お前は神速県知事、神速県知事、神の速さを持つ県知事があんまり俺の庭ではしゃぐんじゃねえぞってやっぱそれぞれの地域任されてるだから一番のトップは神速県知事がいるからね。これ何の話だよ何の話だよ。これはまあ倍速市長の話、倍速市長の話ねあ、でもそのシムシティのさ、うん、街の中にはさ、やっぱりさ、うん、あの三田さんのさ心の拠り所みたいなところが必要じゃん、はいはいはい、うん、だからやっぱあの寺社仏閣とかも建ててさ、はいはいはい、そこにあの倍速和尚とか倍速和尚あのお経唱えるのめちゃめちゃ早いってなめろめろめろだからあの音速で成仏できるっていう。まあ、あと単純にあの倍速消防士とかも欲しいですよね、うん、倍速消防士、うん、それはどんな、もう火事になってないのに失禁するっていうね、うん、それであの何もなってない水あの家に水かけてそれは倍速消防士っていうか早とちり消防士、おっちょこちょい消防士、泡展望の消防士クリスマ火事前にやってきた火事前にやってくんだ、カン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 、もちろん倍速警察もいるし、ね、倍速警察それはあれじゃない、あのマイノリティリポートみたいな感じで犯罪する前 する前にもうこいつ犯罪しそうだったって考えてくるっていう、こいつ犯罪しそうだねって、何が人を裁くのかっていう何が正義と悪を見る、あと倍速裁判所、倍速裁判所、うん、それはな、え、だって罪があってから罪状起きるじゃない、いやもうなんかもう被告人が入ってきた時はもう決まってる、うんうん、だからその裁判始まる前に倍速無罪出す人とかもさ朝6時ぐらいまだ何も始まってないのに無罪です、無罪でしたって倍速レポーター、倍速レポーターがいてで、あの倍速カメラがその判決の10日前ぐらいにそれ放送しちゃうっていう早い、全てが早すぎて何も起こってない、行き急いじゃうぜこの街では全員寿命が半分ぐらいにね年取るのがめっちゃ早いんだよな、ちょっと面白そうじゃねえか、あ、倍速シムシティ、これあれかな、カプコンぐらいにちょっと企画書持ってくからゲーム会社のエントリーシートにそれ書こうかな俺採用してくれたらぜひ、うん、ちょっと俺もカイロソフトにこれで持ち込みて、カイロソフトはなんか受け取ってほしくれそうだなそれカイロソフトはなんか目があるぞ、レベル5とかカプコンだとちょっとね、なんか難しそうな気がする、失礼なこと言うんじゃないよいやいやいや、街づくり系はねやっぱりカイロソフトさん ね、そうだから、うん、ぜひ関係者の方聞いてたらね採用してみてください。満足、そうね、うん、あとよろ、よろしいかな、もうちょっと言い残すことはないかな、ないかな、うん、じゃあ俺も倍速で帰ります、はい、じゃあ倍速で終わります、はい、いつもあなたの暮らしに微笑みを、チャンネル登録よろしくお願いします。